収穫と出荷の最盛期を迎えた相馬市のいちご。和田観光いちご組合では去年、新型コロナウイルスの影響から団体客のキャンセルが相次ぎ、ゴールデンウィーク期間中のいちご狩りを中止に。今年1月から今シーズンのいちご狩りを再開しましたが、客足はなかなか戻らず、相馬福島道路の開通が誘客のきっかけになることを期待しています。いちご狩りをなんとか復活してほしいなという思いはあります。つながったことによって、それより遠いところの方が今まではなかなか行けなかった相馬まで行ってみようというふうに結びつくのかなというふうに思ってます。その一方で懸念しているのが、県内も含め全国で続いている新型コロナウイルスの感染拡大。大型連休中も外出を控える動きが続くと考え、不安を感じています。飲み屋さんとかいろいろが困ってるんだと、それと同じような状況に我々もなるのかなということで、本当に大きく懸念してます。